どうもこんにちは、ジュウです。今回もスプラトゥーン3バトルモードやっていきたいと思います。さあ今回はかなり久しぶりのタイマン動画となります。さあということで、もうこれ何ヶ月ぶりなんでしょうかね。ということで今回また久しぶりにまた戦うことになるんですが、今回とりあえずまず自分の武器じゃなくてカスタムを見てほしいんですが、今回サブとサブ効率とイカ速アップ、これをつけたいと思います。まあタイマンなのからまあちょっと変えるかもしれませんけど、後でとりあえずこれで今回は行かせてもらいます。でですね、今回は全部こっち、もう武器も決めております。武器を決めましたので、1試合目シューター、2試合目、ローラー、3試合目ソロッシャー、4試合目ブラスター、5試合目ワイパー、そして最後は何でもかということで、まあこの中の中で、ね、やっていきたいと思います。まあとりあえずね、まあどの武器を選ぶのかがねマジで重要になってきます。ちなみに今回はデコイと墨長以外は禁止ということで、よろしくお願いしますよ。まあこれがいかにどうなってくるかは分かりませんけどね。ということで、まあとりあえずね頑張りたいと思います。はい、かなり久しぶりにタイマン動画しますので、ということで早速やっていきましょう。さあ第1試合目いきましょう。ステージはスメーシーワールドですね。よし、じゃあやっていきたいと思います。こっちはもみじシューター、そして相手は N ザップ89ですね。まあとにかくあれということで、なんとか頑張りますよ。 OK、 待てよ、とりあえずどういこうかな。とりあえず前回もさ、確かこれ使ってたと思うのね、本当に。待って、いけるか。わあ、これデコイがありなんだよな、これ。まずいな、これは。やばいやばいやばい、危ねえ。ロボットボームか。ロボットボームは危ないから、これ避けた方がいいですよ。まずいね。いけいけいけ。あー、無理でした。やばいな。久々に戦ってるけど、あれなんだね。よし。行くぞ、こっから。待って。待って。まだ1キル目だから。まだ大丈夫。本当に。まあでもこれでロボットボムでいかにどうやってキルされるのかがね、ちょっとあれなんですけどね。やばい、危ねえ。今マジで危なかったから、本当に。いけ。いけ。待て、とりあえずここで、待て、来てよ。ちょっと待て、やばい、下に落ちてしまった。下に落ちたのならまあしょうがないので、じゃあとりあえずまた敵の位置をあぶり出しますよ。待て、来て、いけ、まずいね、これは。行って、やばいね、これは。わあ、これ、復帰ジャンプとさ、スパダンと、あとは、あれつけてる。サブ、効率。サブ効率俺もつけてるけどさ、完全じゃないんだよな。これ、つけ忘れてたから。やばいね。まあ。うわ、待って、そっから待て、落ち着け。待て、打つけ。やばい。OK。ちょっと待って、スペシャル使えないとさ、これ本当に不便なんだよな、これ、言うて。いけ。やばい。ちょっと待って、こっち攻めてみるわ。攻めてさ、こっから、なんかあんのかな、これ。いけ、もうこんなさ、ちょっと待って。OK、ナイス。よし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 。これはいいことした。OK。
て、オケケケケ、こっちにも飛び出してきましたよ。言うて今まだ1対2だよね、これ。待って、落ち着け。こっからもうガンガン攻めていくよ、俺は。やべえな、これ。落ち着け。マジでこれやべえな、ここに。いけ！うわぁ！エイムが足りねえ。惜しいね、今のは。やだ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 。どんどん行くぞ、俺は。待って、まだあと1分ちょいじゃないの、これ。おい、どうしようかね、これ。いけ。ちょっとこっからどう上がっていくのかな、非常にあれなんだ。やばい、ちょっと待って、これはあれじゃない。何わ、デコイだ、でこい。これ舐めてたらダメだな、これ。舐めたら死ぬ、ほんとに。やばいな、今、トーピードから、これね、トーピードから俺、もうガンガンね、攻めていくっていう作戦なんですよ。どっちけ？なんかさ、心の中のサンゴもさ、なんか、ロボットボムにずっとさ、なんか投げてくるからさ、なんか俺、あれじゃないと思って、脱毛しなくもないんだけど。とりあえずここはかわします。いけ、やばいよ、危ねえ、マジいってくれ。待って、ここまで進んだら最後に1人ぐらいはしておきたい。いけ、あー、やれた。まさか最後にこっちがやられるとはね、思っていなかったよ。まあ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 、こういうことなのか、これは。うん、なんか勝ってる雰囲気出てるけど負けてるんだよな、これ。まあまあまあ、俺がさ、俺黄色になるように調整してるから、これ。はい、ちなみに1キル5です。うーん、ちょっとこれは微妙だな。1882ポイント。さあ、第2試合目、続いてはコンブトラックですね。次はローラーです。ちょっとまた服変えました。うわ、待って、これ同じ？同じじゃねえか、なんで？まあ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 、これ、積み流しシートがあるからさ、これあれか？お、BGM が、ピットストッパーのゴールだ。まあまあまあ、これはいいんですよ。とにかく早くスキル狙いたいね、これは。待って、とりあえずさ、遠くからさ、これ、狙えばいけるんじゃないと思ったら、そんなことはありませんでした。うん。確実に狙ってきている、これは。なんか、スプラローラーのあれバッシなのに、あのバリアブルローラーコイルを使ってくるとはね、これはちょっと予想外だったよ。いきますよ。相手が積み流しシートを使ってきたということは、じゃあこっちも積み流しシートを使うぞ。いけ。あー、待って、これどうなんだ、これ。やべえ、終わっちまった、あぶねえ。今救済かと思った。あ、オッケー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 、問題ない。まあ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 、こういうもんですよ。これすげえ。待って、とりあえずこっからもうバンバン攻めていくんだよな、本当に。ガンガン攻めていけばさ、これいけんのかという感じもしなくもないんだけど。まあでもこれインクがさ、これすぐ活発な人なんだよね。オッケー、そこにいるな。当たった、当たったよ。危ねえ。ちょっと待って、一旦回復するわ。回復して縦振り。当たってる、当たってる、当たってる。当たれー。そう、逃げてしまうのか、ここ。あ、でも俺も積み流しヒント使えるぞ。オッケー。やべえ、避けられたな、これ完全に。マジでこれ落ち着いてさ、これ攻撃出せた方がいいかもしれないからね。待って、
相手の位置がわからん、本当に。待て、これさ絶対どっかに隠れてるパターンだよね。そうだよね。何そこ、え、これは知らんよ。それは分かるわけなくない？やばいって。ちょっと待って、スペシャル貯めてえな。本当に積み流しシートだから、これ積み流しシートこれ使えるんだよ、スペシャル。まあ基本的にはこれスペシャル禁止ではあるものの、まあこれだけ、まあ積み流した後はデコイが OK ということなんで OK。とりあえずこれで OK、 これもこれ使えるぞ。 OK、 ナイス、きたー、いいぞこれは。とりあえずこう来て、待て、マジで落ち着いた方がいいかも。待って、相手がインフレール作動してきたな。やばいやばいやばい、とりあえず一旦逃げよう。一旦逃げないと何も話始まらない。危ねえ、今やるところだったよ本当に。うわー、負けるんかい。俺さ対面能力がそこまでないからな本当に。そろそろさ、またあれ貯めてんだよな、スペシャル。スペシャルってさ、ここでもうバーってさ、もう一気にね、使いていいんだよ。やばい、残りあと1分だな。オッケー、とりあえず一旦中央に行きまして、ここからもう、塗りをバーって使いたい。オッケー。やばい、やばい、なんで？今当たったよ。当たったのになんで？やばいやばいやばい。待って、せめてあと1キルぐらいしたい。やばいなぁ、ちょっと待って。ちょっと負けないように頑張ろう、ほんとに。やばい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 。ちょっと待ってよ。OK、スペシャル使える。まあまあ、大丈夫使ってきたんかよ。最悪だ、これは。OK、ナイス。よし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 。もう、これは。できないね、ほんとに。OK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 。まあ、これはもうどうやっても、もう、時間的に間に合いはしませんでしたね。まあ、でもちょっとこれは、あれか？うん。まあ、でもね、悪くはない。でも、これ3回、4回ぐらい、まあ、キル取れたから、いいんじゃねえと思ってんだけど、どうかな、本当に。それはまあ、一か八かにかけるしかねえ。はい。3キル後です。ちょっと微妙だね。うわ、塗りポイントが接戦だ。さあ、次の試合行きましょう。これが第5試合ですね。ステージは、アーマー美術大学。ということで、ドライブワイパーを持ってきました。うわ、相手はあれか、デンタルワイパー済み。メンタルワイパースミか。とりあえずさっきトーピードでボコボコにされたんで、ちょっとここでやり返します。本当に。いけ！やばい！ちょっと待って、普通にこれやられたな。普通にね、これメインでバシャバシャしてるだけで、これ、あれなのよ、本当に。あとさ、これ、ウルトラハンコだからこれ使えないのね、スペシャル。デコイとスミだ、スミナガだけだから。だって敵の情報をあぶり出しておきたい。ここで OK、 当たった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 。やばい、うわ、危ねえ。やばいな、ちょっと待って、インク回復か。インク回復は大事だよこれ本当に。うわ待って、惜しいな本当に。待て待て待て、これさ1キル1勝でさ、これ当たる範囲がね、これ決まってるんだよなこれ。まあでもさ、これデンタルワイパーにこれ、これ、スプラッシュシールドでしたっけ？ここでさ、もうバンバンね、これ、使えるからあれなのよ、ほんとに。いけ！やべえ、ちょっと待って。
その前にさ、一旦人気管理しっかりしようぜ、本当に。危ねえな。マジってこれ。上、何？待って、今、完全にキルしに行こうと思ってたけど、これ完全にね、これあれ、足りてなかった。やべえな。ちょっと待ってよ、どう、行こうかな、これ。待て。危ねえな。これ完全に。オッケー、ナイスー。よし。デンタルワイパー、君を倒したぞ。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。よし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 。オッケー。しかもこれメインで倒しとく。これ、なんだかんだすごくねえか、ほんとに。いけ。わー、無理か。これは、今、インク当たってさ、これ弱っている状態だったから、これはね、無理ゲーだった。どうしようかな、こっから。やべえって、これ。やばいな、待って、一旦さ、ここ乗ってさ、いけ！オッケー、ナイスー！よーし。いったね、これは。オッケー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 。なんか位置角範囲がさ、これ決まってるから、これもうバンバン行けば危ねえな、本当に。やべ、待って、今当たった？本当に。今当たったかどうかはさ、これ本当にさ、不安なんだけれども。やばい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 。来てよ、完全に。ここはさ、もうバーってさ、もうここからね、駆け抜けてきていいよ、本当に。まずいな、これは。いけ！やべえ、危ねえ。あ、待って、普通に当たってない、ほんとに。やばい、エイム合わせてねえ。そもそもさ、俺、スティック勢だからさ、俺、今。まあ、俺、スプラトゥーンはね、ワン、ツー、スリーともに俺、スティック勢だから、ほんとにね、エイムがね、合わせにくいのよ、ほんとに。いや、当たれ！わー、当たらないのかよ。当たらないのか。まあでもな、これ連射はね、連射ね、これね、かなりいいのよ、ワイパーの中では。どうしよう。待て、どこにいる？そこにいたな。待て、一旦トーピード。一旦トーピードって言ってさ、これあれしようと思って。いけ！当たれ！オッケー、当たった！よし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 。オッケー。これで3キル目じゃない？多分。OK, OK, OK, OK. まあ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 。とりあえず、なんとかマシではある、ほんとに。マシ。ああ、やべ、普通にミスった、ほんとに。普通にね、ミスるんよ、ほんとに。まあこれね、連射はね、いい方なんだけれども、普通にね、当たりづらい、ほんとに。メインを当てるのが。いけ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 。やべ、そっち来た。危ねえな。危ねえ。ピンタこれ差し切られるところだったね。いけ、当たれ。当たらない。当たらないのか。当たらずに終わっちまった。惜しいところまで来てたんだけどね、本当に。はい。どういうことか全く意味がわかりません。うん。まあ、そういうことだと思えばいいんでしょう。まあまあまあ、ちなみに、今回は3キル8です。ああ、それぐらいキル、いや、デスされたら当然か。さあ、最後、第6試合、ステージはナンプラー遺跡。ということで、最後の試合ですね。相手は、スプラスコープコラボ。で、こっちはパブロヒューを持ってきましたよ。いるかなこれ。チャージャーで。じゃあ、これあれだから。じゃあ、これあれなんだよな。やべえな。ちょっと待って、一旦ここにさ、あれ置いとくわ。ちょっと待ってよ。どこに行った？相手。わあ、そこにいた。当たれ。やばい。当たらないな、ほんとに。うぃー。
通にチャート抜かれたんだけど、本当に。しかも復活ペナルティアップ。まあまあまあ、これウルトラハットだから俺使いにいいんだよな、言うて。どうしようかな。とりあえずこっからもうバンバンさ、ここら辺でさ、あれしたいんだよな、ほんとに。いやっよ、一旦さ、ここら辺。待て待て待て、なんで？やべえな、復活ペナルティアップがさ、ほんとにダメすぎる、ほんとに。やばいな、チャージャーの割にはね、これなんとかなってんのよ、ほんとに。待てよ。やべって、これさ、一旦さ、ここら辺さ、隠れてればなんとかなるんじゃね、これ。一旦ここに、あれ置いとこう。うわ、どこ行った？うわ、そこか？どこ行ったな、完全に。待て、やべ。あれ使えなかったんだけど。いけ！うわ、待て待て、進めて、あれ置いとこしかったな、あれ。待て。待て、でもさ、これ、あれじゃないの、これ。わかんないんだけど。待て、どうしよう、ここは。どうしようか、完全に悩んでいる。待て、一旦さ、ここにさ、あれを置こう。いけ、当たれ。当たらないな、本当に。いけ、当たれ。そう、当たらねえ。うわー、どこだ。当たれー。そう、当たらねえな、ほんとに。やばい、インクがなくなってしまった。そう、ちょっと待ってよ。一旦さ、相手がここを言いやすいから、ここに置いておく。とりあえず相手が通りそうな場所には置いておきたいと思ってんだから、全然ダメでした、これは。あー、でもこれさ、パッと置いたこと知ってんのかな、これ。当たってくれればさ、これあれなんだけど、完全に。 OK、 当たった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 。 OK、 これはかなりやりやすいな。 OK、 よーし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 。こういうこと、こういうことなんですよ、本当に。よし、まあまあまあ、とりあえず一気流できたから、まああとはいいとしましょう、本当に。いやー、でもちょっと待って、イカスブ、イカスブってね、イカニンを忘れてしまったんだよな、本当に。で、一旦ここにさ、あれ置いとくわ。すいません、やべえ。まずいな、そこから狙うか。オッケー、当たった当たった当たった。オッケーオッケー、パブロが、パブロヒュー炸裂している。オッケー、あと1分、あと1分。こっからなんとか攻めていきたいね、本当に。くそー、マジでこっから狙おうとしてるね、これは。待って、危ねえ、待って。うわぁ、速攻発動させてしまったか、ほんとに。行ってよ、ほんとに。ちょっと待って、一旦ここにさ、トラップ置いとくわ。オッケー、ちょっと待って。当たらねえなぁ。くそ。待って、残りあと17。待って、ここしかじゃさ、ごめん、登りねえんだよ、ほんとに。待って。あと1回くらい当てたい、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 当てたい。あと1回くらい当ててさ、なんとかやりたいんだけど。そう、当たらねえ。あー、当たらなかった。最悪だ、これは。まあ、ちょっと残りあれだったからね、これは、なんとかするつもりしかなかったんだよな、これが。うん。待って、そういうことありますか、これは。よくわからなかったんですけどね。はい、ちなみに今回のキルデスは
2キル4です。まあマシかな、今までの試合と比べたら。待って、わあ、20ポイント差、一瞬同じ塗りポイントに見えたけどね。はい、という感じでしたかね。よし、ということで、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。まあちょっとまた久しぶりにタイマン動画できてよかったですね。はい、ということで、またどこかのタイミングでスプラトゥーン3バトルモードでまたタイマン企画ができたらね、いいかなと思います。いつかね、2のいつかスプラ2のタイマン動画したいんだよね、本当にいつか。まあそのうちにまたねやりたいと考えております。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。勝ったかわからなかったけどね。